こちらがですね、ミットさんからいただきました。はい、マジ？はい。おはぎ、クロス。クロス。クロス。僕が二人にクロストークしてほしいことは、ゲーム機についてです。中でも家でやる据え置きタイプのものです。スーファミからセガサターン、64や PS などなど世代によって違いが出ると思います。ということで。なるほどね。ゲーム機ね。うん。まあ前にさくらともこれやったんですけど。うん。何でしたっけ ?64? さくらは。64?64 とか。うん ?64 から?うん。何言ってんの？家でやる家庭用。もうどうだからね。で、そうなるでしょ、うん、?64 ってつい最近じゃないですか。つい最近だよ。この間だよ。うん、まあ、うち基本ゲーム機ダメな家だったんで、うん、まあでも友達の家に行ってやらせてもらってたりしたのは、うんうん、まあスーファミ、ああスーファミね、うん、かなっていう感じかな、ね、うん、スーファミをやってたのはいくつぐらいの時なの？小学校2年 1,2 年とか 1,2 年か、うん、俺がだからファミコンをやってた時ぐらいの感じがスーファミなんだね。そうそう、そういう感じだと思う。俺も小学校1年ぐらいの時にファミコンやってた気がするの、友達ん家で、うん、そうそう、うん、で小学校中学年高学年になって、うん、プレステ一番最初のプレステ。それはでもそれですごいことだよ。俺たちの頃なんてね、うん、カセットにデカデカとこう歌い文句としてよ、うん、2メガって書いてあったからね。ね、2メガって。そう、容量が2メガも入ってるぜっていうことを歌い文句にしてるゲーム機があった。2メガってすごいの？全然。今来たらもう全然。今じゃ全然。全然。もうアプリでアプリ。おい、本当に？そうそうそう。それなん。なんてやつですか。ね、なんだっけな、ポケットザウルス獣王拳の謎みたいなタイトルのゲームだったんで。え、それはもうそれしかできないってやつですか。え、あ、ファミコンに挿すカセットです。あ、カセットか。そう、それが売りがそうだった。そうだ。こうやってふーってやるんですよね。そう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 。カシャってやって。ふーってやって、こっちもふーってやってから。そうそうそう。ふーってやって、ふーってカシャってやるんですよね。そうそうそう。それをさくらさん知らないですよ。ふーってやんの。意外とね、雑に扱っても平気だったんだね、ファミコンってね。うんうんうん。友達にもっとすごいやついたもん。こうやってこうやって刺さんないときは壁に向かって投げつけて、あの基板みたいなやつとプラスチックがこう組み合わせてできてるから、うんうんうん、それがパーンって散るわけ、うんうん、で3つをもう一回組み合わせてガショってるとなぜか刺さる。すごい。そのぐらい雑に扱ってもね、意外と戦えたんだね。今はダメですか。今は無理だよ。こういう、うん、そうそう、あともうダウンロードとかじゃないですか。そう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 。何ダウンロードってと思って。もうだってあの冒険の書なんていうのが出た時にはもう僕たちは感動しましたからね。冒険の書？あのドラクエとかさ。ああああああ。あれでそのなんていうの、カセット本体に記憶をさせることができるようになった。はい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 、はい。それまではその復活の呪文みたいな感じで、パスワードを自分で打たなきゃいけなかったんだけど、もう一文字でも間違えたら次ができないわけ。2、3時間やったのがまた戻されちゃうみたいなことが。そうだそうだ。どこが違うのかももう確認しようがないし。うん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 、もう超大変だったの。メモっとかないとダメってやつですよね。そう。そうボンバーマンとかもそうじゃなかったでしたっけ。あ、ボンバーマン僕らの頃はそんな気の利いたシステムはなかった。そっか。ただ相手を爆殺していくだけのことです。そっか。あれボンバーマンも面終わったごとに数字とか出るんですよね。それメモって全部ディスクの間にこう入れてしまっといた気がする。忘れちゃうから。懐かしいな。やったやった。お、懐かしい。何か違うのか。次はい、次、